牧聖順は、李氏朝鮮末期から、大韓帝国期の政治家。現在の大韓民国では、公術国族、木の富子族及び新日派の一人とされている。皆、豊か8年11月3日、景気道、隆一氏に生まれる。父の牧博士ことぶきが、金飲食と同じ湯快の門下で学んでいた経験があることから、金飲食とは密接な関係を持つこととなる。 高所9年に別諮問館に給大した後は、真の天心に十字官として派遣されたのを皮切りに、理想三義、三班、半寸夫院などを務めた。後部2年10月9日には、外部大臣に就任し、翌1899年4月に、ロシアのパブロフ中間公使が軍艦でバサンウ裏に入港し、東洋規制会社の杭を幼稚一帯に打ち込んで、大韓帝国に、 バサンウラカ事情を求めたバサンウラ事件では日本の林忠氏中路講師に連絡し日本政府が民間人名義を用いて周辺土地の買収を行ったためことなきを得ている。三つ竹5年10月には来日して韓国中立化案を日本政府に打診した。後部9年9月には第二次日英同盟が日本による韓国の 保護国支配をイギリスが承認するものであるとして、日本に対しては条約違反であるとして、韓国駐在の日英両公使に抗議している。また、同年11月の日本による韓国保護国家を認める第二次日韓協約では断然不同意と述べたものの、伊藤博文によって賛成とみなされ、最終的には全権委員として記名して成立した。 同年11月28日には、紀政府賛成大臣となった。後部11年の理官用内閣でも、内部大臣を務め、劉博氏4年8月22日には、日韓併合条約に署名し、同年10月16日には、朝鮮貴族として支者区に列せられ、朝鮮総督府中枢院の顧問を務めた。2002年に、民族の正規を立てる、国会議員の集いが、 幸福会と共に発表した新日派708人名簿と2005年に民族問題研究所で新日人名辞書に収録するために整理した新日人名辞書収録予定者一時名簿において選定された。また2006年に日本統治時代初期の新日反民族行為106人名簿が発表された際にも選定された。ありがとうございます。